このように EZ-KEYS がありまして、それを EZbass に持っていきます。ちょっと音は、こんなやつです。これを EZbass に持っていきます。ドラム&キーに持っていきます。このようにしまして、そしてここで、このように作ります。この時点で再生をすると、EZドラマーをミュートしておきます。はい、これを一旦書き出します。書き出したこのワブを EZ ドラマーに上げたいと思います。そうするとオーディオの場合はテンポがこんな感じでいいですかというふうに出てきます。今122と分析していますけれども、こちらの方でもスタジオ1で122で書き出したので間違いなく分析ができていると思います。これで OK を押します。すると、これにいいようなグルーヴが出来上がりました。ちょっとこれで聴いてみたいと思います。ちょっとディテールを変えてみたいと思います。いい感じですね。ここで約リストが340ありますけれども、どれでもとってもいい感じで合うような気がします。